ウグイスの糞は、ウグイスの糞を乾燥させて、粉にしたもので、小じわが取れたり肌のキメが細かくなる、肌のくすみが取れて色白になるとして、日本で古来より、美眼洗顔料やニキビ治療薬として、また、着物の染み抜きに利用されてきた。ウグイスの糞と表記すると、物質の実情を知らないものが、糞のイメージから衛生的不快感を持つなどの誤解が生じやすいため、 ウグイスの粉などの名称で販売されている。芸者フェイシャルの名称で欧米でも提供されるようになっている。ウグイスの糞の利用は平安時代に朝鮮から日本にもたらされたものである。朝鮮では生地の染料を落とすのにウグイスの糞を使い衣服に複雑なデザインを施すことができた。日本では絹織物の汚れを落とすためにウグイスの糞を使用していた。 江戸時代には美容にも利用されるようになった。ただし、3世紀には日本の女性がぬか袋やうぐいすの糞を美白に使用していたとする資料もある。芸者や歌舞伎役者は亜鉛や鉛を含んだおしろいを使用していたが、これが皮膚病の原因になったと考えられている。この化粧を徹底的に落とし、美白や肌色のバランスを整えるためにうぐいすの糞が使用されていた。 また、僧侶は、うぐいすの糞を使って、頭皮を磨いていた。現代になって初めてうぐいすの糞の使用について書かれたのは、1933年に出版された、谷崎純一郎による、明治時代を舞台にした、小説、春金賞である。現在、東京都内で政府の承認を受けたうぐいすの糞を、 販売しているのは創業200年の老舗化粧品店である浅草の100、除化粧品店のみである。うぐいすの糞は水で溶いてペースト状にして使用する。角質除去のために米ぬかを加えることもある。ペーストを顔面に塗って数分間揉み込んだ後洗い流す。米ぬかによりわずかな邪行の香りを中和することができる。 ニューヨークのあるスパでは1時間180ドルで芸者フェイシャルを提供している。ウグイスウグイスの糞は飼育されたウグイスの糞を集めて製造される。野生のウグイスは昆虫や好みを食べるが飼育するウグイスには植物の種が与えられる。ケージの中の糞を集め紫外線を当てて殺菌する。糞は通常脱水器で乾燥させる。紫外線による殺菌を兼ねて 2週間以上、天日乾燥させるものもある。これを細かく砕いて、白色の粉末にする。粉を、陶器製の玉に入れて18時間回転させて、粉末にする。なお、ウグイスは大量飼育が難しく、得られる粉も少量であることから、市販のウグイスの粉と称する商品は、ほとんどが、別家が微調化の総市長を飼育し得られた粉を、原料に使用している。 ウグイスの糞の洗顔の基準は完全には解明されていない。ウグイスの糞は尿素とグアニンを高濃度に含んでいる。鳥は相配出空という同一の開口部から糞、尿ともに排泄するため、鳥の糞には尿の成分である高濃度の尿素も含まれている。尿素は肌の保水成分として化粧品にも使われている。 グアリンは魚類の銀白色部分を構成する主要成分であり、肌に有色効果を与えると考えられている。ウグイスは腸が短いため、糞にはタンパク質、脂肪分解酵素のほか、皮脂や頭赤に作用して肌を白くし、シミを消す美白酵素が含まれていると言われている。多くの情報源で、 グアニンというアミノ酸が化粧品としての効果を与えているとしているが、グアニンはアミノ酸ではなく、ヌクレオチドである。また、リゾチームなどの下水分解酵素が豊富に含まれるため、脱色作用もある。長年ニキビに悩まされてきたビクトリア・ベッカムは、肌の改善のために、ウグイスの糞を使用していた。ビクトリア・ベッカムが、日本人女性の肌の透明感に憧れ、そこから、 ウグイスの糞を知ったとされている。アーサー・ゴールデンの1997年の小説、さゆりでは、主人公の千代は、先輩芸妓からのいじめに対する司会しとして、ウグイスの糞に、鳩の糞を混ぜている。童話、白雪姫を題材にした2012年の映画、白雪姫と鏡の女王では、ジュリア・ロバーツ演じる邪悪な女王が、王子を口説くために、過激な美容治療を受けるが、 その治療の最初に女王の顔に鳥の糞を塗っている。ありがとうございます。